ベルナール・イノーは、フランスのブルターニュ地方、コートイコール・ダルモール県、イフィニアック出身の自転車プロロードレース選手。兄に借りた自転車で、地元のレースに出場したのが、初めてのレース参加であった。1974年20歳の時に、プロ入り。平地に見えるところでも決して速度を緩めないことを、ポリシーとし、その後ツールド・フランス五勝をはじめ、ジロディ・イタリア3勝。 ブエルター・エスパーニャ2勝、世界選手権優勝、パリ、ルーベ、ジロディ・ロンバルディア、アムステル・ゴールド・レース等主要、ロードレースで数多くのタイトルを獲得した。イノーといえば、平地、山岳、タイムトライアルと、いずれも超一流の実力を兼ね備え、エディ・メルクスと並び称される、真のオールラウンダー選手という評価もされている。加えて、無類の戦略家でもあり、集団で、 膠着状態が続いた場合には、自らアタックをかけて、ライバルと思われる選手たちをリタイア等で潰したケースも少なくない。一方、現役時代は、膝の故障を常に抱えたままレースに出場していた。総合3連覇がかかった1980年のツール・ド・フランスでは、前を上の着用のままリタイア。1983年のツール・ド・フランスでは、出場すら、 ままならず、結果、大体出場となったローラン・フィニョンの対等を許し、翌1984年、フィニョンにルノーのリーダーの座を奪われ、自身でチームを結成せざるを得なくなった。しかし、1985年のジロでイタリア、ツール・ド・フランスの両レースで総合優勝を果たし、当時発行されていた自転車競技マガジンでは、フシトリーノと銘打った。しかしその頃から、 すでに膝の状態は限界に達していたようである。したがって、翌1986年のツールとフランスでは、グレッグレモンに優勝させる、と明言したが、その裏には、もはやツールで優勝できる力は残っていなかった、という含みがあったものと考えられる。そして、1986年のツールにおいて、明言通りレモンに総合優勝をもたらし、自身は、 総合2となったのを事実上最後に32歳で現役から退いた。現役引退後は妻と2人の子供と共に農場で暮らす傍ら ASO の障害担当としてツールドフランスの運営に関わったり自転車、フレームメーカーであるルック社の技術的なアドバイザーも務めている。このか近年はツールドフランスでポディウムの番人としての役割も務めていて ツールの表彰台の脇に陣取り、リーダージャージの着用鉄だったり、表彰台に乱入する不心得者をつまみ出すシーンが、たびたび見受けられる。また、広島、長崎への原爆投下60周年にあたる2005年から、マイカ・ブルゴーニュにて開催されている、平和記念自転車競争にゲストとして参加している。2008年2月には20年ぶりに来日して、東京、長崎、 広島、京都を訪問した。東京では、明治神宮外苑でのクリテリウムに被爆マリア像が描かれたジャージをまとって参加。その後被爆地である長崎と広島をめぐり、長崎では被爆マリア像との対面を果たしている。京都では、桂川サイクリングロードでのサイクリングイベントが行われた。 1972年、1974年、1975年、1976年、1977年、1978年、1979年、1980年、1981年、1982年、1983年、1984年、1985年、1986年、 ツールドフランス2008第3ステージツールドフランス2009第14ステージ自転車で走りファンと過ごしたベルナールイノーの東京の1日 cyclingtime.com ありがとうございます。